はい、皆さんこんにちは、カヨマリノでございます。今日はですね、ちょっと初の挑戦なんですけれども、郵便局に広告を出してみました。で、これがどういう効果があるかっていうのはちょっとわからないので、しばらくね出してみて、またねご報告をしたいと思うんですけれども、結構ですね、郵便局の広告って費用対効果いいんじゃないかと思ったので、まあ、おすすめ宣伝方法じゃないですけれども、ちょっと今日はその料金とかご紹介したいなというふうに思っています。で、私がですね、その郵便局で広告を出すにあたって、まず広告のデザインですよね、それをまあ他の業者にお願いしたりとかもしようかな、いろいろ考えたんですけど、まあ、ココナラさんでやってもらおうと思って、ココナラでデザインをしました。で、デザイン料がいくらかっていうと、なんとね2000円だったんですね。めちゃめちゃ安いと思って、他の業者とかにお願いしたら当然なんか1万円じゃ効かないですし、ココナラのなんかうまい活用方法みたいなのができてるなと思いながら、まあそれはいいんですけれども、ココナラで2000円でデザインしてもらって、で郵便局で出すという感じでやりました。で、郵便局のその広告掲載費なんですけれども、これはその郵便局の大きさによって、金額が変わります。で、S 局、S 局、SS 局、S 局、AB 局っていうのがあって、で SS 局っていうのはその丸の内とか あのめちゃくちゃ大きい郵便局とか、新宿のあのぐらいの規模の本当に大きい郵便局は SS っていうのに分類されて、S 局っていうのは普通の地元の駅前とかの郵便局で、私は S 局に出してます。で、 A とか B っていうのはすごいもっとかなり小さいね、郵便局っていうことなんですけれども、 S 局ですね、一番ベーシックな規模の郵便局に出す場合は、月2週間で5500円、2週間単位なんですよ。で、なので月1万1000円です。で、1万1000円で郵便局に広告貼れるって結構いいなと思ういません？駅とかで広告出そうと思ったら多分、50万とかじゃ効かないとか、そういうレベルになると思うんですけど、郵便局って人の出入りがあんなに多いところに、まあ、出せて、広告料も月1万で、ね、大きいポスター貼れるんで、それこそこのホワイトボードの半分ぐらいの大きさの、ポスターを貼れるんで、かなりいいんじゃないかと思っています。で、ちょっと前の動画で私がまあ、絶対に、意味のない営業みたいな、そういうのをなんかピックアップして一回出したことあるんですね、広告方法っていうの でその時に駅 そのデジタルサイネージとかは、まあ、あんま意味ないよねって話したりとか、まあ、リスティングはいいよねとかいう話をしてるんですけど、まあ、ちょっとそれにもね追加できるように、郵便局の広告がどうかというのはまたなんかご報告はしたいなと思ってます。でも、その私がその販売している商品っていうのは、まあ、登記手続き代行業務ですよね。で、これが、まあ、今回は法人設立関係の広告を打ったんですけど、もし一件でも、まあ、来たらですね、広告としてはものすごいプラスなんですよね。だっていくらだろう、報酬がとかを、まあ、8万とかだったら8ヶ月分やれば、8ヶ月で1回仕事が来たら、まあ、ペイできるし、まあ、何よりもその仕事につなげるというよりは地元の認知度を高めるというところにかなり、私は意識があるので、たとえ来なかったとしても、なんかその司法書士事務所が知られるというのは当然プラスだし、それは広告の、まあ、ちゃんとした使い方だと思っているので、そういうことも考慮すると郵便局の広告ってかなりいいのかなというふうに、まあ、考えてますけれども、今日はちょっとその報告だけなんですけれども、まあ、もしですねお近くの方で、まあ、見たよっていう方とかいたらね、ちょっとまたコメントとか書いてくれたら嬉しいなと思ってます。ちなみに出してるのは半蔵門郵便局でございます。近い方ぜひね見てください。そんな感じで以上です。今日はまたご報告いたします。ありがとうございました。はい、今日はですね半蔵門郵便局に来ました。私のですね永田町司法書士事務所のですね広告を郵便局に出しましてですね、こんな感じで掲載されております。もしお近くを通った方はぜひね見てもらえたら嬉しいです。はい、以上です。